疲れ様です。皆さん、おつたらちゃんありがとうございます。皆さんお疲れ様です。ありがとうございます。皆さん本当にすごい、ぴったりに入ってきてくださいます。髪の毛ふわふわでかわちい、ありがとう。どこやろう、今日も眩しい美しさは認識先生ありがとうございます。おつたらちゃんやっち、え、なんかすごいリップ、新しいギフトみたい。新しいのかな、このリップのギフト。え、しんじさん、ぞぞありがとうございます。これ新しいギフトなんですか、すごい。おつたらちゃんお疲れ様です、ありがとうございます。皆さん、え、すごい、これ紫のリップもある。新しいの、ぞぞありがとうございます。これ新しいんですか、どうなんだろう。今日も京都的かわいい、ありがとうございます。ごめんまさん、あら、髪切ったように見えるコモコさん、え、なんでわかるんですか。そう、ちょっと髪切ってはないんですけど、あ、切りました、すみません、切ったんですけど、あの長さを全部揃えてもらいました。ちょっと変な感じになってたんですよ今まで。だからちょっと長さだけを揃えてもらって、あんまり切らないように長さを揃えてもらいました。なんかそしたら、あの美容師の人に、あの前髪とこの触覚あるじゃないですか、で触覚とあと白鳥、ここのこの毛もあって、横ので、ここの毛もなんか、これ誰が切ったのって言われたら、自分で切りましたって言ったら、うまいねって言われました。嬉しい、新しい季節のギフトだね。うん、まとまり良くなったね、ありがとうございます。よかった。そう、結構もうなんか嫌だったんですよね、前の髪の毛本当に。かわいいマシュマロさくらさん、ありがとうございます。外羽が少し抑えられてるのかな、ちょっとだけだけど、まだ全然跳ねちゃってるんですけど、でも仕方がないんですよね。これはなんか左はめっちゃ落ち着きますよね、左めっちゃ落ち着いてて、右なんか暴走してるんですよね、なんでだろう。かわいいよ、ありがとうございます。ホットケーキ、うつさらちゃんお疲れ様です。かぜさん、こんばんは。前髪最強です、ありがとうございます。ドッピタン、髪の毛きれいにまとまっていますよ。本当ですか、さくらさん、今日の一歩見せてほしいな。今日はいろいろつけてます。今日はジル・スチュアートでリップを作ってる。より可愛くなってるケイスリーさん、嬉しい。先を揃えた時でもすっきりして可愛いね、本当に。やっぱ揃えてよかったですね。ラブ、ありがとうございます。やっちだ、ありがとうございます。ニースケ先生もハートいっぱいありがとうございます。プロはやっぱりすごいね、ゴンゴマさんすごいですよね、めっちゃ綺麗に揃えてくださる。ニューヘアサナさん、ヤッホー、今日も超絶可愛い、超好き、ありがとう。やっぱ目が乾燥しちゃう。リップもミックスしてつけたりするんですか、しんじさん。はい、何個かつける、何個かつける。見てキラキラ。今日はさらちゃんのこけしの髪型かわいいね。こけし言われてますよ、私。皆さん、私こけしって言われてる。アクタスさん、ありがとうございます。ふわふわの唇が可愛い、めっちゃサラちゃんに似合ってますよ。ありがとうございます。今日の色がいいってことかな。サラちゃん、流星先輩、ヤッホー、流星先輩。なんかいつもあのおつサラちゃんとかで流星先輩入ってきて、しんおつおつ白鳥さんとかで入ってくるのかな。今日サラちゃんで入ってきてくれてる。ビニービバット、こんばんはです、ありがとうございます。サイリーさん、ハート100個突破、ありがとうございます。そう、今日はリボンをつけてます。こけしされてない、あ、ゆうゆうだ、やっほー、ゆうゆう叫んでみました。ありがとうございます。今日はカラオケをやっていこうと思います、皆さん。イエーイ、イエーイ、カラオケやっていきます、イエーイ。でも思うんですよ、いつもどんぐらいから
ゆうゆうじゃない、カラオケを始めたら、うん、ゆうゆうもだけど、あのカラオケを始めたらいいのかがわからない。なんかもうちょっと人が多くなってからの方がいいのかなとか思ったりとか思ったりとかとか、今日リズリサで可愛いワンピース見てしまった。サラちゃん似合いそうなのです。アイラちゃん、ツイート、あのツイート見ました。誰に送るかなんとかだけどみたいな見て、でもほんと可愛いと思って、いや可愛いですよねリズリサ、もう大好き。高いからまだ買えたことはないけど、でも本当に可愛いなって思う。おつゆい、おつゆい、アイラちゃん本当に可愛いですよねワンピース。やっぱもう夏はもうワンピースばっか買っちゃいますよね。皆さんに新しいあのお洋服紹介したい。ちょっと待ってください。めっちゃ可愛くないですか。あ、これリボンができるんですよ前。こんな感じ、ちょっと身長があれだけど、こんな感じでこれ着てたか、でウエストがキュッてなってて、ここリボン結びするやつでシャーンってなってるワンピース。あ、やばい、パジャマ見えた。はい、ってな感じ。ちょっと待って、パジャマ見えるからこれでいこう。今のがめっちゃ可愛いでしょっていう乙女の思いがたくさんですよリズリサ、アイルさん。ほんとそうですよね。もう絶対リズリサ、スワンキスっていうブランドはめっちゃ大好きだったけどなくなっちゃったんですよね。もうリズリサだけは本当なくなってほしくない。どんな可愛い系ブランドがなくなっていこうか。これから可愛いワンピだね、ありがとうございます。リトムの写真見ましたけどデニム履いてたんですね。めっちゃガーリー感って可愛かったです。うん、ありがとう。特色そうなんですよ、あんま履かないんですけどデニム履いてみた。お洋服紹介来たね、いすき先生。そう、紹介しちゃう。新しく買ったら絶対紹介する。今度来てほしいホットケーキ、もちろんです、もちろん来ます。なんなら明日着ようかなと思ってるぐらい。さらちゃん、さらちゃんの選ぶ服全部可愛いやつ、ありがとう。そろそろ仕事なので24時間お仕事に戻りました。さらちゃんに会えるのめっちゃ楽しみです。頑張って、どこやろ、バイバイ、頑張って。夏 初夏にぴったりそう。登山、そう、初夏にぴったり、初夏。そう、気に入ったブランドがなくなったらサナちゃんが可愛いブランド作っちゃう、作っちゃおうですね。あ、ちゃおってことか、作っちゃおってことか。後ろ桜学院のメンバーでダンボで私、見てください、ここにダンボが寝てる、ダンボがここに寝てる後ろに。でいつもダンボを本当に最近ダンボがないと寝れないってぐらいダンボと寝てます。白の洋服似合うからデニムと合わせたらカジュアルも美しくて素敵なんですよね、アイラちゃん。確かにシンプルでいいですよね。にすけ先生ハート500ありがとうございます。リズリさん昔からテイストが変わらないブランドですね。まさに This is サナゴングマさん、 This is サナ、ありがとうございます。でもほんと可愛いリズリさん、マジで可愛い、気づいてくれたし、しんさん。ちゃおーときめきいっぱいし、ちゃおーてんてんきらめく魔法を持っているよ。アパレル設立、将来が楽しみだ。やってみたい、本当にやってみたい。ママ、水持ってきてほしい。お水頼んだ。そう、なんかコスメのブランドとかも作ってみたいし、洋服も作ってみたい。もう本当にたくさんやりたいけど、そのためには自分が頑張らないといけないから頑張っていく。ちいかわ扇風機、
つかなくなった。やばい、電池切れた。あ、ついた。なびく髪、なんか嫌だこのなびき方。なびく髪、給水係ママ鳥様認識です。いつもありがとうございますですね。さちゃんのプロデュースコスメ絶対買う。あいらちゃん絶対作りたい本当に。じゃあ歌ってきます。よし、話せる話せる。聞こえますか皆さん、聞こえておりますか、聞こえますか。ちゃんとなんか不器用そうだ。佐藤さん、え、器用ですよ。天使かと思ったらサナちゃんだった。 MKT ありがとうございます。今日も可愛いぞ佐藤さん、ありがとうございます。サナさんが頑張れるように頑張る。やっち、ありがとう。やっち本当にいつも。ロドマンさん、サナちゃんお疲れ様です。フィンさんよく聞いてます。めっちゃキンキン。なんかまたリップの、ありがとうございます。これ新しいギフト、なんでだろう。バッチグバッチグ、よかったです。聞こえてたらよかった。聞こえてます、嬉しい、ありがとうございます。じゃあ今日は何を歌って、メモしてたんですよね歌う曲。ああれがあるか今日ちょっと喉の調子最悪なんですけど、やっていきます。あのあれが、わざとあざとエキスパートがあるか、わざとあげたこのストーリーのやつです。わざとあざと、え、あってお願い。ダムで検索したらあったんですけど、パートわざとあざとキスパート、ゼロ件もないのかな。一回調べてみます。もう一回、あのいきなり東北さんでしたよね。いきなり、東北さん、いきなり東北さん、え、ないんだ。もう一回調べてみる、出てくるかな。ないか。
ないのか。わざとあざとエキスパートいないのかな。絶対いないんだ。うん、悲しい。なあき、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 あきらめます。ならどうしようかな。これ沢さんの何だったっけ、私を彼女に、え、ない、なんでだろう、なんでだろう、私を彼女に、んか、何だっけ、待ってくださいね。堀沢さんの、私を彼女にしたいのか、私はを彼女にしたいなら、え、これも出てこない、なんでだろう。一旦コメント読みますね。すいません。一旦コメント読みます。なかった。いろいろなかった。どうしよう。トシ君、おつさなちゃん、お疲れ様です。アイブのアフターライク歌ってきつめのさ。アフターライクって日本語版ありますっけ ?But after life。無理や、気持ちいい、あやなちゃん。ありがとうございます。めっちゃ女の子の部屋ですね、サタンさん。あ、ありがとうございます。めっちゃ女の子で生きてます。聞きたかった、残念、コモクさん、めっちゃ歌いたかった。わざとあげたこのストーリーです。今日は内巻きね、ゆきさん。そうなんです。カラオケ用のダムとショールームのダムじゃ収録が違うって話じゃん。そういうことですよね。曲探し中は下向きさんの曲を待ちますので、ゆっくり見つめて待ちますので、ゆっくり。ありがとうございます。トシ君、明日と28行きます。楽しみにしてます。トシ君めっちゃ楽しみにしてますね。ありがとうございます。やっち、次、そう、次次行こう。どうしよう、どうしようかな。本当に出てこないか、ちょっともう一回。名曲なんですけどね。ないですね。なかったですね。でもちょっと探してみます。すいません、お待たせしております。なら井上園子ちゃんって方の大好きって曲を歌います。出てきた、お願いお願いお願い、出てきた、お願い。井上園子ちゃん、マイク付きイヤホンを接続して再度お試しください。あれ、なんでできないんだろう。差し直して。ここか。なんでなんで。なんでできないの。マイクついてるのに、なんで。
でこれで、そしてさして、あ、できてるか、あ、できてるか、これ、あ、いけます、いけますね、これいけるか、ありがとうございます。待って、価格が、よし、これで OK、 OK、 じゃあ歌っていきます。大好きって曲です。あ、待って、あ、硬くなっちゃった、ちょっと待って、もう一回待って、入れなかったらもう一回いきます。大好き、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  OK、いけるかな、入れるかな、ん、何も手につかない、頭から消えない、会いたくて会えなくて、ドキドキが止まらない、ねえ聞いて、君が好きなんだ、大好きだよ、キュッてしてよ。そう、皆さんこの曲聞いたことない方調べてみてください、めっちゃ可愛い曲なので、ハマる。チャイムが鳴った頃に聞こえるバタバタ足音、これがいつも朝の合図、君が来たんだね、授業中はいつでもウッドウッドしてるのね、こんな姿が愛おしくて、言いたい言葉が私の中でも特別になってた、思ったんだ、ちょっと待って、再活したら重たいかな、君はどう、ちょっとわかんない、わかんない、ちょっと一旦やめます、すいません、ちょっとわかんなかった、これにわか、にわかでした、すいません、にわかで歌っちゃった。そう、今日は新しい曲歌おうと思って用意してたんですけど、3曲だけど入ってなかったんですよ、カラオケに、ショック、これはショックだな、ちょっと違う曲歌ってきます、どうしようかな、はい、一回乃木坂さん歌おう、あ、久しぶりに、久しぶりにあざとかわいい、あざとかわいい歌っていこうかな、気づいたら片思い、あれどこ行った、あ、でも絶対一番上の、あ、じゃあこれ、あ、乃木坂見てたんだ、ちょっと待ってくださいね、頭切り替える、一旦あざとかわいいだって、
ケイン。これなら歌えると思う。これなら いける。つられてしまいました。僕が勝手に恋をしてしまったんです。君のせいじゃない。僕が君を探しているのかな。女子高生が溢れている。ラッシュアワーなのにいつだって目に留まるんだ。カーディガンの袖口を少しだけ長めにして、陽気で次どうしよう、次どうしようかな。歌いたい曲あるんだけど出てきたら嬉しいな。出てきてほしい、お願いだよ、お願いだよ、出てきてよ。なんで出てこないんだ、なんで出てこないんだ。なんでだろう。ラップタップ。
ラップトップ、これ歌いたいんだけど、ラップトップラブ、ラップトップラブって検索してるけどな、ラップトップラブ、リーン、ラップ、ラップ、ラップ、あれ？こっちでも出てこない。なんでだろう。ちょっと待ってくださいね。少々お待ちを。どこだろう。ラップ、あれ、いやーこれで検索してるんだけどな。え、見てほら、どうしよう、いやもう違うのない、あ出てきた、これなんだけどな、ちょっと待ってくださいね。あ、この人、この人のやつ、あ、なかったか、よ、こよ、こより、こより、こより、んーないです、今日大体曲全部歌えなかった、ショック、歌いたい曲が一つもなかった、ショック、違うんですよ、なんかいつもあの同じ曲ばっかだったから、ファファタイムとかもずっと同じだったから、そろそろ変えた方がいいかなと思って練習したんですけど一つもなかったです、落ち込みますね、これは、これは落ち込むぜ、まあ違う曲歌っていきたいと思います、切り替えて、乃木坂さんの、私、これ歌おう、アカメをフルネームおよびグループ名付きに変更したらどうでしょう、アイラちゃん。そうなんですよね。でもなんか名前を変えようと思ったら、7日に1回しか名前が変えられなくてですね。え、前、サナゾウじゃなかったですか。で、それでサナゾウを間違えて、サナにした状態で変更しちゃって、ゾウを取って。そしたらまた7日後じゃないと名前が変えれないみたいな感じで。そう。そう、初音ミクさんのラップタップラブ、そうなんですよ、私ボカロ大好きで、そう、これ歌ってきます、私起きるです皆さん。
調べてみないかさ、めっちゃ可愛い曲なんだ。今日喉カスカス。じゃあ桜一旦歌っていきますね。やばい、出てこない、桜が出てこなくなってきた。大丈夫か、出てきた。どうしようかな、どうしようかな。曲数が限られてるけど、あ、ベルシブに行こう。今夜のキスで忘れてほしいのを聞かせたら佐藤さん、オッケーです。そうですね、ベルシブにしてます、響き合うワクワク。
次は どうしよう、これでもこれ歌うの難しいな。イコラブさんの何だっけ、ずるいよずるいねっていう曲があって大好きなんですけど、それ一人で歌うの多分めっちゃ難しい気がする。一回聞いてみていいですか。ずるいよずるいね、これ一人で歌うものじゃないですね、ちょっと難しい、違うやつにしよう。ならちょっと空がトリガーってどんな曲だっけ、
ちょっと一旦聞いてみます。太陽を見上げた時、いけるかな。 A メロ B メロわかんない気がする。あ、こちょわかんないですね。違うイコラブさんの曲にします。
ラスト。じゃあスクショタイムと男女の方読ませていただきます。スクショタイムと男女。君がいい君がいい君がいいなんて言えなかった、正直な自分、今さらログインする学校に君がいて。ちょっとあれなんですよね、今日曲がなかったからちょっとあれだったんですけど、うん、サイさんだ、おかめちゃん方ありがとうございます。カシャカシャフライングフライング、いきまーす、せーの。ありがとうございます。じゃあ男女の方読ませていただきます。1位よっちありがとうございます。2位さくらさんありがとうございます。3位とこやろありがとうございます。4位にじすけ先生ありがとうございます。5位ぞさんありがとうございます。6位マシュマロさくらさんありがとうございます。7位まさごメタルさんありがとうございます。8位さいりゅうさんありがとうございます。9位ホットケーキありがとうございます。10位こもこさんありがとうございます。11位かんたさんありがとうございます。12位かなさんありがとうございます。13位あきまめさんありがとうございます。14位スカイヒートさんありがとうございます。15位たかさんありがとうございます。16位さしさんありがとうございます。17位ティムジーありがとうございます。18位サムさんありがとうございます。19位マップさんありがとうございます。20位ユキーさんありがとうございます。壁を越えてもつまんないこと言いますけど、カワ F ですつまんなつまんなりよ先輩バイバイ、ありがとうございました。皆さん明日会いましょう。皆さん会える方は、会える方は明日たくさんお話ししたりチキ取ったり、しらとり MC しか出ない。バイバイ、ありがとうございました。